おはようございます、黒三つ葉です。ということで今回も無惨縛りの方やっていきましょう。ということで前回ですね、くしくも敗北したキラー B ですね、あいつをぶちのめしに行きましょう。ということでもうちゃんとね準備してきましたよ。レチリード、フリーザ、グリンデと、この3体にフランケンフレンドでねやっていきましょう。いやー今日こそ活動、前回15回挑んでショコポイント切れちゃったからね、今回は早めに片付けましょう。ということでレッツゴー。さて、ボス戦だ。こっからが勝負だ。マジで、ボス2以降まだ見えてねえからな。ボス2までは見えてるか。その先が見えてない、ラスゲが。で、とりあえずやばいのがこの猫なんだよな。この猫のフレームで毎回死んでたから。こいつらから。おー、オッケー。でもワープ出なくなるのはかなりアド。で、こいつもランタだね。全員御三家はランタなので、そうだなぁ。まあ、ボスに張り付いちゃうとさ、まあ、それこそ火ダメも増えちゃうから、そこら辺の使い方が結構重要かもしんない。殴りでダメージの減りが見える。もうそこに感動を覚えるよね。これいけないの？無理かな？あ、ダメだ。ごめんなさい。うわ、やった。調子乗ったな。色気を出してしまった。ハート取りたくねえなぁ。でも、11レーザーあんま食らわなさそうだから、ちょっと俺の想定してたショットと全然違うショットだったけど、オッケー。むしろオッケー。なんか入れましたよね、今。ちょっと待て！で、どうしよっかな。とりあえずここで沈めましょうか。オッケー。よし。ちゃんとね、敵から離れてることが大事だから。火ダメを食らわない一番のコツは敵から離れてること。よし！いや、他の友情コンボでダメージが入る。他のキャラ、本当にフランケン以外のキャラでダメージが入るのがもう感動っていうか、もう革命だよ、マジで。やばい。でも、問題はこっからよ。こっからも本当に遊びじゃねえから。オッケー。まあ、とりあえず。最低限だね。本当の最低限。いやでもやだな、ダメよこれ、展開のされ方次第では負けるからな。オッケー、ボスに大ダメージ。いやこれは思い切った方がいい、むしろこれ。よし。そう、ダメをもともと触れていて、ああいう感じのカンカンだとあんまダメージ食らったりしないんですよね、意外と。で、本当はここ弱点で SS 打ちたいんだけど、火ダメがエグそうなんだよな。猫のフレームが来ちゃうからね。あんま近くにいたくない。避けましょうか。火ダメ避ける感じで行きましょう。オッケー。で、フリーザが食らっちゃうだけかな。よし。本当に、火ダメの管理大事。いやー、これ、入れ番が一番怖いな。よし。でかい。これで、直接的なダメージを与えてくるのはあの猫だけになった。いや、いいや。SS はいいや、まだ。レーザーでやりましょう。オッケー。いや、フリーザ強くね、これ。バーティカルレーザー L でしょ。L だよ。レーザー L だよ。これなんかどうも上にしか貼らんっぽいな。結構いい感じだな。そうなると。あ、やっちゃった。まあいいや。よし、ラスゲだ。でもなんかこのクエさ、本当に敵多すぎん？メテオないと結構きつくないこれ。しかも反射だけだからね。貫通で友情コンボ当たりに行くことができない。当たって！よし。ストライクショット頼むぜ、フランケン。加速して。よし。ワープ展開はあるけど、ストライクショット、よし。これで、ダメオ以外のダメージはなくなった、ザコの。ストライクショット、ゴリ寄せ、もっとゴリ寄せ。
ストライクショット。オッケー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 、十分十分十分。ダメを食らわなきゃ御の字。キラー B いらっしゃい。よっしゃ勝ったやっぱ違うね、やっぱ星5は強いわ。はあ、嬉しい。いいんだよ、濃紺で手に入るから。この一体の重みはでかい。嬉しいなんで極みかってこんな喜んでんの俺。いらっしゃいキラミ。うわーいいわ、ホーミングいいわもうね、あのノマクエの周回とかマジで楽になると思う。早速編成しようぜ。これはえ誰外そう、え全員外したくないんだけどどうしよう。よし次シャークマンだ。まあもうノマクエで手に入れてるけどね、やっぱノマクエで手に入れたキャラ使うの邪道なんで、ちゃんと取りに行きましょう。まあここは火属性のあれかな、レッチリをちょっと控えにしようかな。一旦このパーティーで行きましょう。まあ爆発ないけどね、多分いけるでしょう。行くぜ。まあフランケンはねもう属性関係ないんで、まあチップ層無属性だし、あいつ最強だから。あーキラービー、敵めちゃくちゃ多いんだけど、なんで。あのモーストの1番目の最大敵数って確か10なんすよここ10いるんだけど、なんで。はあ、でもいいねいいねいいね。でもホーミングちょっと心細いかなちょっとローレライとかに比べると心細いかな。でもいいんだよ、もう弾が出るだけでいい、それだけで俺は嬉しい。いいね、もうなんかみんなが躍動してる、みんなが躍動してる、本当に泣けてくる俺の取ったキャラたちが躍動してるもん。でもなんかいいよねこれだとさ、もう本当に一体一体がちゃんと自分の力で取ったキャラだからさ、本当に愛着湧く。これ頭上カンカンいけそうだね。これなんか配置めちゃくちゃ良さそうじゃん、頭上カンカンにレーザー入りそう。オッケーオッケーオッケーでも結局一番フランケンが強い、結局一番フランケンが強い。オッケー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 。いやでも怖いな、あれレーザーチョークとかで火ダメ大丈夫かな。あ、もうロックオンすらしねえこの雑魚たちレーザーロックオンすらしねえよ適当にばらまいてるだけだった。ということでボス戦ですね。さあシャークマン出てくるか。いや来たなめちゃくちゃやる気ありそうじゃねこいつ。めちゃくちゃやる気ありそうだし、めちゃくちゃ筋肉質っぽい。あーっと、危ねえ。あ、何が危なかったのかわかんないけど。なんかちょっとまずそうだな。ものすごくまずそうな展開になってきたよ。どうしよっかな。SS ってみましょうか。ちょっと弱点だとワープ入っちゃいそうなんで、その手前に落とそう。あー、おー、ギリギリか。オッケーオッケーオッケー、耐えた。火ダメえぐいな。これちょっとゲージ飛んだりとかしない？この拡散弾、丸太的な感じで。ほい。あー、2万4000。かわいいね。かわいいね。いや、まあここもね、しっかりカンカンしていこう。まあ、雑魚は減らしていこう。うん、火ダメ結構えぐいクエストだって分かったから。雑魚はね、しっかり減らしていこう。ストライクショット。オッケー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 。いやでもこれレーザー2本食らうか。あ、いってえな。これどうだろう、ボス先に落とした方が良さそうだね。ボス先に落とすか。いや、雑魚処理した方がいいかな。どうせ次のターン雑魚の攻撃飛んでくるもんね。このターンボス沈められれば一番なんだけどさ、判定がわからん。よし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 。うわ、マジか。ぶねえいやでもこれハート湧いてないの結構絶望じゃない？頼む！よし！いや、ホーミングよ！今のは完全にホーミング。キラー B のおかげ。いやでもこの HP の低さね、運極ボーナスないとマジできつい。やっぱ。ダメを張るやつおるし。
あー、うっそ、そこの入れ番は聞いてない。これで分割ダメよでしょ。オッケー。これ死んだか。うーわ、いや、これきついな。